まあ、これからのテクノロジーですね、まあ、バイオですとかブロックチェーンですとかいろいろとあの提案されて提起されていて、まあ、それがこれからまあ何十年かかかってこう落ちていくんだと思うんですけれども、一方でそのまだちょっとどうなるか、ものになるかどうかわからない、例えば量子コンピューターみたいなテクノロジーとかあると思うんですが、何かジョイさんが何か見ている、これがちょっとまだわかんないけど面白いんじゃないみたいなテクノロジーってございますか？まあ、量子コンピューターはそれなりに面白い方向に突然行く可能性は僕はあると思うんですけども、はいはい、今うちで見てるので何が一番面白いかな、やっぱり人間の体、うん、脳とか体の拡張で、はいはい、その人間と機械の融合っていうのが多分結構起きてくると思うんですよね、はい、でその拡張、脳の拡張とか、うん、そういうのがまあ、どういうタイミングで来るかっていうのが一個、それともう一つはやっぱりその寿命がものすごく伸びちゃう可能性があるんですよね。そうするとかなり社会にいろんなシステムが壊れたり変わったりするんで、それが突然来る可能性があると思うんですよね。まあ、でもこれは技術じゃないんだけども、そのブロックチェーンも含めて今の経済システム、キャピタリズムと言われているものがガラッと変わるかもしれない。そして例えばマイケル・ポーレンの一番最近の方もサイカデリックの話だったりするので、だからこのスピリチュアリズムと人の行動がこの環境問題とかも含めて突然変異が起きて、今の社会のこうなんとなくこうおじさんたちが信じているお金の価値がガラッと変わる可能性もあるかなと思いますね。面白いですね。いや、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと写真の方を一緒に撮らせていただいていいですか。はいはい、ワイヤード、今紙はないんでしたっけ、作ろうっていう話。作ります、はい、11月にもう一度。あ、そうなんですか。はい、で今は一応仮にそのケビン・ケリーのニューエコノミー2018っていうのを見てみたらどうなるのかっていうのも、はい、でやっぱりその90年代からの流れも追いながら、でもやっぱり今もう例えば資本主義から逆に言うとドロップアウトしようという動きもたくさんあるので、はい、 そうですね、そちらもある種のニューエコノミーだという捉え方 で、ね、はいはい、そこをちょっと合わせてみると何が見えるのか、うんうん、ど真ん中のテーマに取り組んで、はい、それをワイヤードだったらどう切れるのかっていうことをちゃんとやっていきたいと思ってます。はいはい、